KDA1.4 の 30% ではあるの。でもあいつよりはしゃぶられない、大丈夫。川上くん日本ロールのアイドルの枠で、はい、アーニャの人だ。転校生が入ってきた回に転校生にフォーカス当たらんアニメあるの。いや、ライ様が無言でやったらクソもろいけどな。ケツのゲームな。ライジンがケツが見たらクソもろい。無言でやってきます。意外と上手いでしょ。頑張れ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 。4時半ぐらいにスタートして、うわ尋常じゃないね、長いことやった。8時ぐらいに終わったかな。やば、はぁ、あ、8時はい、あのまあ脱線に脱線を重ねて、うん、会議始まって5分のやつに結局落ち着いたんだけど、ふざけんなよ。一番最初に加瀬さんがこのチーム案どうかなって3個ぐらい出したうちの1個に決まった。そう、それまでの間に10個ぐらい出したんだけど、まあ結局スタンミーがトップを了承してくれか否かっていうのが分かんなかったから。別にしてねえよ。そうそうっすよね。もうさ、喧嘩ごめん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 。あ、うちのロレ君はあの調律と規律を重んじる人間だから。そうなんだ、はい、法則を破るな。はい、すいません。固めの興奮なんだね。そう、あのズボンとへそのとこまで上げるタイプだから。分かった。え、トップ何できるの実際。確かにヨリック、ヨリック、ヨネ、ヨネ、イレリアが50点、100点満点中だよね。100点満点中。あとシェンもできます俺。NN の時あのシェンサプ100回やってます、はいはい、俺。サポートなんだよ。サポートか。サポートなんだ。イレリアもさ、それミッドだよね、しかも。イレリアミッド。OPGG の勝率は？何が？ああ、全体の？全体の 49% ぐらいじゃない？うん、49% ぐらいじゃん？スタンミのイレリアの勝率。わかんない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 。見るわ。いいや。KDA1.4 の 30% ではあるの。自分が死んで負けてるやんそれ。ジャックスとかモルデとかはフィオラとか。あかんできるはずないやん。あかんって。スタさん上手いから何でもすぐ使いこなしちゃうぞ。結局ピックじゃないでしょ、スタさんのミクロにかかってる。おい、ちょっと待って、おかしいな流れだよ。みんな頑張ってね。でも、まあ、期待の眼差しは向いてるよ、間違いなく。でもあいつよりはしゃぶられない、大丈夫。あいつって言い方やめてよ、川上くん。川上くんって、あ、そっか。ごめんごめん。仲良かったんだっけ？めっちゃ良かったよ。そっか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 。菅原くんも中心人物みたいになってる。だってね、インゲームやったら黙るから絶対。納得いってない、もしかしてね。なんかね。まあでは川上くんだった。気になっちゃったんだ。え、川上くんとそんな雰囲気良かったの？川上くん良かったよ。まとめてくれた。ローレン君的にはまだちょっと納得いってない部分があるんだ。私780、760レベル、ね、待って760レベルいる。ええやってんだから。やばい。そっか。人生まだまだ知らないのか、あのうち参加者であのレベルとんでもないやついますよ。779がいます。おお、スタさんよりちょっと誰だ。はい、あの純子ってやつなんですけど。純子すごいな彼女、はい、本当に。純子、純子存じない。純子、一応あの日本ロールのアイドルの枠で、はい、あの渚っちってやつなんですけど。あ、はいはい、存じてます、存じてます。そっちの名前ならアーニャの人だ。アーニャピーナッツ好き、アーニャ好き、アーニャピーナッツ好きって言いながらあのカキピー飲む人です。カキピーのピーナッツ抜きね。ロレさんならでも勝てる。一応レベルだけだと25倍差があります。まずくない ?25 倍は。スタンミジャパンもね、25倍なんで。確かに。確かに。ほぼ同等。確かに確かに。神同士の戦い見せてください。しかもアームとかやんないからね。アラームやってるとさ、倍ぐらい早いでしょ、レベル。アラームって経験値効率いいん だ。めっちゃ。生粋のってこと？俺の数字は生粋のだぞって。アラームと比べんなっていいこと？ごまかしのしのこも多分、ごまかしのよ、あれ多分。ジンコね、ジンコね、多分オンリーランクやね。ナギサチ今シーズンランクもうね400戦近いですよ。400戦、1年で何試合ぐらいやるもんなんですか、そのロールやってる方ってランク。俺 LJ 出た時はね1000は、でもプロゲーマーが1000試合。俺もうがっつりやってた時1000勝だったから、
あの勝率がそう 50% だとして2000ぐらい。毎日一日中狂ってるようにロールに取りつかれたらそうなる。え、まずミニオンと変わんないんじゃない？回数出現頻度がね、出現頻度、ね、ミニオンと一緒じゃないの？結構夢に出るからな。出るよね。あー、でもなんかロールは出る。どのシーン、どういうシーン、ロールハマってる時ロックインの音を聞こえる気してた、うん、一番出やすいのはね俺ね、あれだよ、俺フィドルのウルトで起きたことあるもん。フィドルのウルトペアメンできて起きたことあるもん。寝てる時にフィドルのウルト来てる。そうだよ、そうだよ、避けた、避けた、避けたね、時間ぐらい。フィアーから、フィアーから死亡。避けててください。本当にフィアーで終わり。フィアー死亡、死んだから起きた。だインゲーム俺が死んだから起きた。現世に帰ってきた。なるほどね。誰かの阻害が欲しいけど、サイオンだな。サイオンに阻害を積んでもらおう。これよしよしよし。どこで勝つ、どこで勝つのこれ。ミッド、これはねこれミッドボットだね、まあ、ぶっちゃけミッドボット。すまんがのところを、のところを変わんねえよ。変わんねえよ。ずらそうとすんな、お前。転校生が入ってきた回に転校生にフォーカス当たらんアニメある？いや、あるある。いや、転校生後からあの助けに来るパターンね、俺たちを。なるほどね。転校生まだどういう雰囲気の人か分かんない段階になった。ミッドプッシュします。ミッドプッシュないっすよね。まだかない、ごめん。まあこれはワツ、うん、まあ F まで気になってもよかったかな、俺も。オッケーオッケーってどこか。まあまあ悪いね。フィードウェーブフルプしてる。これ俺だ。何やってんだ。大丈夫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 。今スクリームでよかった。練習でよかった。失敗する場所でしょスクリームって。そうな。たくさんトライしようよ。よかった、ぶつかっといて。その声が助かるんだよ。うん、あ、これいくわ、これ、ファイト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 ね。ダブル何秒？ 3。ウィーオー！ブワー！ディープ！ハハ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 ハ。手前から手前から手前から腕やから腕やから腕やかな腕や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 腕ボクされるのきつい、俺ら。演芸して、演芸して。ここね、こっち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 ね。演芸して。のっち、のっちか、手前から、手前から、手前から。手前、手前、手前、手前。ウィーボーン、いいとこ、いいとこ、いいとこ入った。ウィーボーン、ここ、ここのっちね。オッケー、のっち、のっち、次のっち、次のっち、次のっち。完全に除外できてる、俺ら。いけるよ、いけるよ、いけるよ。おい、ナイス。キリングスプリー。ネックス W 入れる、 W 入れる。おい、これバロンじゃない、先たわ、先たわ。エンドだ。オッケーオッケーオッケー。あー、よっしゃー、終わった終わった終わった、ナイス GG、ナイス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 チーム、ナイスチーム、ナイスチーム、ナイスチーム、いやースターさん、どうしたの、なんか俺ナイスイニシエート。あー、そうでしょ、そうでしょ、俺も思ってた。あれ、転校生馴染めた。いや、もう前面。こいつが一番うめえ。もう前面まで行ったんだ。こいつが一番ロールうまい。あれだね、なんかホップステップジャンプぐらいしたね、本当に一瞬で。肩組んでるな、もう、うん、なんでシスコさん日系ついてんだ。日系配信者だからじゃない。そんなやってんの。あ、そういう方なんだ。 FPS やってないのあんまり。確かに日記配信者で有名な方。あ、そうなんだ。FPS とかはやんないんじゃないかな。やんないんだ。そんなにお尻のゲームやってるの。なんかお尻好きみたいだね。へぇ、そうなんだ。ザカステもだからお尻ついでにみたいな感じの心意気なんじゃないか。どういうこと。実さんはお尻派か。お尻やんだよな。スタさんは何でもよ、女の子であればいい。何でもはどうなの。女の子、女の子の全てが好きだから。
端から端まで。どうなん？何でも混ぜる。何でもいい。何でもと何でもいいは違くない？なんか女の子の部位であれば何でもいい。女の子の部位であれば何でもいい。出産2家サーバー1位2の争いしてるらしい。すごいトップランクガチや。ガチだったやん。トッププレイヤーなの？ PS が必要なゲームなの？ FPS っぽさある。おえ、そうの。エイムする、エイムする。ん？スマホゲー？スマホゲー。スマホゲーだもんね。スマホゲー。PC でもできるよ。リリースされて。ああ、リリースされたんだ。ダイ様が無言でやったらクソもろいけどな。ケツのゲームな。もうお尻めっちゃ揺れてんな、うん、無言で。ライジンにどこが見て見えるか分かるやつつけながらやってほしい。アイトラックに消す。ケツが網でよ。ライジンがケツが見たらクソもろい。無言でケツが網でやってる。無言で。クソもろいけどな。やった時マジで背中見る余裕なかったっす。あ、そうなんだ。忙しいんだ。目の前が忙しすぎて。僕でも露出あんま好きじゃないんで、お尻があんまり見えない子使ってました。ああ。見えないからこそのやつね。そうそう。あ、そういうことね。エロ、見えないからこそのエロ求めてるんだね。そもそもエロ自体が見えないと、ね。変態性上がってない？そういうことね。そっちか。まあでも見えない方が。